今日のおすすめのドラマは、コタローは一人暮らしです。どこにでもあるようなアパートに、コタローくんという名前の5歳の男の子が引っ越してきます。どうして一人で暮らしているのでしょうか。周りの大人たちとはうまくやっていけるのでしょうか。関ジャニ横山くんが演じる狩野くんも、ぜひ注目してみてください。一人で頑張っているコタローくんを見ると、大人の私たちも勇気と元気をもらえますよ。見るでござる。